はい、こんにちは、こかむです。今回はマルマのスケッチブック図案の60周年記念動画を撮っていきたいと思います。ということで、今年2018年でスケッチブック図案は60周年を迎えたみたいです。ロフトに行って気づいたんですけど、限定商品が売られていたのがこの動画を撮ろうと思ったきっかけです。買った商品ももちろん紹介するんですけど、マルマのスケッチブックの思い出など雑談も話していこうと思います。じゃあまず買ったこの2つを紹介します。スタート。ということで、まずはこちら紹介したいと思います。ココフセン図案シリーズ6周年限定商品です。ココフセンは甘味堂から出ているもので、そちらとコラボした商品ですね。ココフセンっていうのはケースごと貼って使うフィルム付箋になってますね。マルマのね、スケッチブック図案のものがこう小さくなった感じですごく可愛いなと思ったし、まあ、これケースごと使えてノートとかにね貼っておくとすごく可愛いものになるんじゃないかなと思って買いました。ということで、2つ目買ったものが B5 のノートです。これもね、60周年限定のものになっていて、まあ、ここにね書いてあるっていうこともわかると思うんですけど、これ B5 っていうサイズで、中がね方眼の 5mm の方眼形になっています。本当にいいなって思います。スケッチブックってね、あんま使う機会がないのかなと思うんですけど、これだったらね、学生の方でも授業用ノートとして使えるようになっていると思います。これもね、結構アクセントで可愛くなってるのかなと思うんですけど、全体的に本当に可愛いですよね。ということで、ここから雑談していこうと思うんですけど、ちょっとさっきの動画から時間が経って100均をね行ってみたんですけど、こんなものを見つけました。こちらです。マルマンのスケッチブックですね。これ多分100均でしか売ってないものだと思います。ダイソーで購入しました。マルマンってちゃんと書いてあるんですよね。すごい、初めて知って、今更なのかもしれないんですけど、売られていました。で、紙もね、ちゃんとこのようにスケッチブックマルマンのものになってます。18枚入りで100円になっていて、すごくね手軽に使えるな、買えるなって思いました。ちょっとね表紙は違う感じになっているますが、これまた可愛いですね。ということで、ここからは思い出や図案の印象などについて雑談していこうと思います。ではここから雑談に入っていこうと思います。まず思い出について語りますね。まず思い出なんですけど、この図案に関してではないんですけど、マルマンのねクロッキーをね、中学の時よく使っていました。中学の時美術部だったので、その時にね絵をどんな絵にしようかとか、まあ、決めていた時に使用していたものになります。あと緑のスケッチブックは絵を描くことが好きだったので、プライベートで使っていました。マルマンのものだったら全然知らなかったんですけど、意外に使っていったっていうのがね、驚きました。続いては図案の私の印象ですね。図案はこの表紙がね、こう印象的だと思うんですけど、よくテレビ番組とかね見ると思いますね。頭にカンペが映る時があって、その時にこのスケッチブックだったりすることが多いなって感じます。で、最近見たのはね、アイドルのショールームなんですけど、絵を描いたりとか、まあ、普通にカンペとして使ってたり、まあ、お題に沿った答えを出したりとかね、そういう時によく使われているイメージです。まあ、それぐらい有名なものだと思います。ということで、今回はマルマのスケッチブック図案60周年記念動画を撮りました。ぜひ60周年限定商品、ロフトとかにも売ってると思うので、ぜひチェックしてみてください。そして皆さんのマルマンの思い出はありますでしょうか？ぜひあったらコメント欄書いてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。